あ、もう軽くサクッと。サクッと。お、新旧じゃん。カメラの前で開けるでしょ。確かに。すいません。何カメラ外でプシュ。確かに。シューじゃねえんだよ。やってもらおう。何カメラ外でやってんのかよ。まだ1年経ってない人と4年やってる人のね。何やってんのかどうだよ。それがね、ということでね、はい、今日はですね、公式テニスをやっていきたいと思います。公式テニスならインカレチャンプに勝てる説。イエーイ。全く自信ないっす。公式の歴は公式でマジで高校生の時に。あ、じゃあ俺の方がまだ最近やってるかも。あ、マジっすか。だって俺プロとさ、 YouTube が、はい、そうやってるから負けたわ。あゆたろうチャンネル5にやます、おはようございます。どうもあゆたろうチャンネルのあゆたろうでございます。今日はテクテクさとみくんと公式テニスでコラボということでね、まあ、早速試合が始まってるわけなんですけれども、すみません、公式テニスを見てる方すいません、ちょっとね、公式テニスのルールがね、そんなにちょっと詳しく分かってないもので、今回はソフトテニスの、カウントの仕方でやっていきます。ご了承ください。それで前半はあゆ太郎の動画であげまして、後半の動画はね、テクテクさとみくんの方でこの後プレミア配信するということなので、ぜひこれ見終わった後に、たくみくんのチャンネルの方へもお願いします。では、見てってね。空は青く澄み渡り、海を目指して歩く
僕らは知ってる。月が咲いて太陽が今枯れた。